あそこがいっちゃんのバイト先なんだね。うん、でも本当に行くの？ここまで来て行かないはないでしょ。それもそうだね。それじゃあレッツゴー。みんなお待たせ。いっちゃんお疲れ様。うん、今日は本当に疲れた。というかびっくりしたよ。私がレジに入った途端、3人がニヤニヤしながら来るんだから。ごめんね、内緒にしてて。どうせ行くならびっくりさせちゃおうってみんなで話してて。そうそう、いっちゃんがバイトしてるところ前から見てみたいなって思ってたんだよね。イメージつかないもんね、いちかが接客なんて。ま、実際スマイル注文してみたらスルーされたけど。今時そんなの頼む人いないって。でも私、いっちゃんのスマイル欲しかったな。ねえねえ、お願い。勤務時間外なのでできません。そんなことより約束通りミクたちのところに行くよ。こんにちは、ミク、ルカ。うっつつ、いらっしゃい。お邪魔します。実はちょっと報告したいことがあって。これからもバンド続けていくことにしたんです、私たち。え？はい、バンドの名前ももうみんなで決めてるんです。昔みんなで見た獅子座流星群からもじってレオニードっていう名前にした。ふふふ、それはですね。あの、ミク。ん？私、みんなとバンド頑張ってみるよ。みんなと高校生活を楽しんで、いい思い出をたくさん作るために。ミク。うっつつ。うん、ありがとう。いっちゃん、みくちゃん、そろそろ練習の準備始めるよ。うん、よろしくね、みく。